バッドビスタとは、マイクロソフトウィンドウズビスタへの移行に反対し、フリーソフトウェアへの置き換えを促進するため、フリーソフトウェア財団により展開されたキャンペーンである。デジタル著作権管理に反対するディフェクティブバイデザインの支援のため、彼らの思惑のうち、フリーソフトウェアに関する部分をメディアに披露することが目的であるとしている。本キャンペーンは、 2006年12月から2009年1月まで続けられた。ボストンでのバッドビスタの活動当たりキャンペーンは2006年12月15日立ち上げられた。その目的はマイクロソフトウィンドウズビスタとそれが埋め込む DRM によりコンピュータを利用するユーザーは危険にさらされるという事実を暴露すること。 と同時に、それらととって変わり、ユーザーに優しいフリーソフトウェアへの入り口を提供する、ことである。バッドビスタの活動家は、ディフェクティブバイデザインのメンバーと共に、ビスタが販売される2007年1月30日に、合わせ、ニューヨークタイムズスクエアに集結した。科学防護服を着用した、活動家は、ビスタが、 コンピュータユーザーに及ぼす不便さを示す看板を掲げ、抗議の声を上げた。マイクロソフトが Windows 7のベータ版をリリースした後の2009年1月8日、当キャンペーンは勝利宣言を行い、活動の幕を下ろした。これは、コンピュータユーザーのスタへの移行の停滞や、比較的 DRM が少ない Windows XP に、ユーザーがしがみついた点。 また、FSF によると制限の少ない MacOS 1や完全にフリーである GNU、Linux やフリーブズドオペレーティングシステムにユーザーが移行したことを考慮した上で運動の目的は達したと宣言したからである。Windows 7の登場に伴い、次にこれをターゲットとした新たなキャンペーンが立ち上げられた。名前は Windows 7 s i m s である。このサイトには、 古くからあるフリーソフトウェアのゲームエクスペルの画像が使用されている。ありがとうございます。